山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオ。皆さんこんばんは、山本のぞみです。こんばんは、田中貴子です。この番組はスマートフォン向けゲームキングスレディオの情報をお届けしつつ、私たちが英雄の名に恥じぬトークで彩るラジオ番組です。第23回の放送が始まりました。もう3月ですって。早いです。早いですね。暖かくなってきましたね。なってきた。なんか私だって胸キュンを求め始めてきたから、春だなって思ってる。恋、そう、恋なんかさ、やっぱ恋したくなるよね。なんかさっき、ドキドキした。恋って言って、夢小説がと思ったら、それ恋ですか？恋だよ。夢小説ってほぼ妄想じゃないですか？恋だよ。あの自分の名前入れて、そのなんか好きな、例えばなんか二次創作のキャラクターに読んでもらって、そう、名前読んでもらって私が主人公。私夢女子だからなぞさん夢女子だったんですか？夢女子だから意外性。だから私はもう本当にキングスレードで言ったら、最近チェイスがお気に入りで、チェイスをめちゃくちゃ超進化させて頑張ってもう育ててるんですよ。もうね、チェイスとね、今ね、私の中でのね、妄想が激しいなんか格闘してそうです、その言い方違う、もう戦って違うぶつかり合い、あの違う、みんなはね、私のことは強い女って思いすぎなの。強い女って思ってます。思うじゃん、はいはい、私はね、守られたいの。あ、本当。だからチェイスみたいな守ってくれる、はい、でもなんかちょっとアホな子が好きなわけよ。わかる？わかる？なんか脳筋、脳筋っていうんですかね、そう、筋肉バカみたいな。もうチェイスバカだなって言いながら、なんかでも僕はもう俺はお前のこと守るからみたいなムズさんってこんな乙女だった。乙女だよ、まあ、私は夢女子だよキングスレイドにぜひあの、はい、の夢小説あったらいいですよね、はい、好きなキャラクターで、どうなんだろうね、あんなにたくさんいっぱいいるから、どうなんだろうねなんか需要ないかな、わかんないですけど、まあ、それはちょっと自分の脳内で楽しんで楽しんでおきます、はい、そんなハローを楽しみつつ、まあね、はい、最後まで放送していきますんでよろしくお願いします。山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオスタートです。この番組はベスパの提供でお送りします。山本のぞみ、田中貴子のキングスレディオ。改めまして、山本のぞみです。田中貴子です。まあ、3月の話もしましたけど、まあ、3月といえばね、出会いと別れの季節ですね。出会いと別れか、私専門学校の時に大阪の専門学校行ってたんで、その大阪の友達とバイバイする時に、あの新幹線乗る時に、なんか電車で、まあ、ハグして女の子の友達と、でありがとうっつって、でもめちゃくちゃ仲良かったんですよ。もうなんか男らしい女子で、すごいセクシーなお姉さんなんですけど、でもなんか男気あふれる女の子で、ね、なんかあのバイバイって言って電車に乗って、その窓際でわーって手振ってたら、ジェスチャーで指でここここって言うんですよ、で何だろうと思ってリュックを刺してたので、リュックのポケットを開けたら、ネックレスが入ってて、そのハグした時にそっと入れてたの、ポケットに入れてくれたんですよ、男前、めっちゃかっこよくて、いやもうガラス越しにチューしました。投げキス、そのネックレスどうしてんの？もうずっと使ってます。あ、使ってる？あー、すごい。でもちょっと錆びてきちゃってなんか検索しなよ、ネックレス錆びたみたいな、なんかあるよ、きっと重曹につけようみたいなとか、いや本当嬉しかったです。なんかオーディションの時とかにつけて、いい、ね、お守りみたいな素敵な思い出感じで使ってます。そういうのあります？いや私ね、上京してくる時に、まあ、ちょうどその高校3年生の時にね、私の実家がリフォームしたのよ。もうすごい築年数経ってて、でそれをまあ新しくしようっていうことでリフォームをしていたので、まあ、庭にちょっとしたもう本当にカビ臭いあの小屋があったのね。そこかキャンピングカーで寝泊まりするっていうのをキャンピングカーある。そうそうそう、キャンピングカーある。キャンピングカーあるのがすごいあ、兄弟多いですね。兄弟多いから、まあ、みんなで家族旅行行く時とかもキャンピングカーで行ってるからあるんだけど、はい、なんかもうその自分の家の最後の年に住める最後の年にほぼほぼ自分の家に住んでなかったわけよ。いや、そうで、そうなりますよね。そう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 、いやもうほぼその
ボロボロの小屋で不自由な生活を送っていたわけ。お風呂とかどうしてたんですか？お風呂とかだから温泉行ってた。うわー大変。そう温泉に行ったりとかしてたし、まあ、料理もまあなんか簡単なものとか、うん、なんかちっちゃいガスコンロみたいなので、そう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 、みんなで鍋つついたりとか、まあそれはそれ楽しかったんだけど最初のうちは。でもそれが半年ぐらい続くとちょっと嫌でしょ。いやまあ飽きますね。大変じゃん。そうで、あのやっとリフォームされた、うん、あのお家に住めると思ったのがもう秋過ぎぐらいだったから、もう、 そう青森を出る、そうそうそう、そのリフォームされた家にもう半年も住めない状態で、なんならキャンピングカーで過ごした時期の方が長い。で自分の部屋をあの改装される時に潰され、はい、自分の部屋ないんだよ。だからもう、だからなんかすごい寂しいやらもうなんか悲しいやらで、うん、早く私は一人暮らししたいっていう気持ちが強かったんだよね。早く東京に来たかった。そう。あ、じゃあ明るい出会いと別れの。そう、だからなんかあんまり、うん、あんまりなんか上京するのに寂しいってなかったかもしれない。そうか。うん。まあそんな悲しいっていうのはないかも。まあ、でも一人暮らしは憧れ、うん、憧れだったから。楽しいっていうのありますよね。うん。みんなもそんなあるのかな、出会いの。どうなんですかね。出会いと別れの季節ですけど、うん、まあでも3月はそういう感じじゃん。センチメンタルになるじゃん、ね、4月から大変だよ。いやもう4月から5月にかけての友達作り、わかります、が一番本当に私は嫌いだった。私マウスプロモーションの養成所に入って、うん、まあ東京に初めて来て、うん、もうまあライバルじゃないですか、うんうんうん、みんなライバルだけどそのクラスっていうのがあるので、うん、仲良くもするしみたいなの、うん、もうなんかあどういうテンションで行けばいいんだろうみたいな。わかるわかる、うん、だし、あとなんかあんまり自分を見せきっても良くないじゃん。あだってさ、その友達がさ、その友達がもう見せきってないから、うん、同じ趣味かどうかもわからない状態で見せきったら、え、ちょっとそれはみたいななるかもしれないし、まあ、なんか合わせる感じで行くみたいな。そうそうそう、あの空気苦手なんだよね。うん、難しいよね。もうバーンって行きたい。うん、アメリカンだから私大抵最初に仲良くなった友達とずっと仲良くなってることはない。あ、へえ、そうなんですね、うんうん、いろんな人と、うん、なんか接点があって、まあ、同じ趣味な人と出会った時に、うん、最初に仲良くなった人は割とイケイケなタイプなの。はははは、なんかこう、はいはいはい、頑張るから私も。ああ、そういうことか。すごいイケイケなタイプだけど、だんだん5月6月ぐらいになってくると、いや私本当は根はそっちじゃないんだよなってなっていき、素を出した時にだんだん疲れてきちゃって、そう疲れてきて、でなんかこう隅の方にいるアニメとか好きな子たちと一緒にいたり、結局ずっとその子たちと一緒にいたりするから、なんかキュンキュンしますね。あ、そんな感じ。意外性が。あ、そう、確かにみんなそういうの困ってるかもですね。最初と途中盤からのなんか本当の友達は違うんだよなみたいな、うん、そうそうそうある、そういう時期だからみんなそこにね負けないように、そうですね、うん、頑張っていきましょう。気持ちで負けないようにしよう、はい、季節が来るぞ。はい、というわけで皆さんからのメッセージも紹介していきたいと思います。こちら英雄ネームポンちゃんさんからいただきました。ありがとうございま す。山本さん、田中さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。僕は部屋の間取りを見てその部屋に住む妄想をするのが大好きなんですが、わかる。お二人はそういう空想や妄想はしますか？私こういうお手軽な趣味が他にあと、もしこういうお手軽な趣味が他にあったらぜひ教えてほしいです。うん、あ、なんだろうな。いやだから簡単にできるあれですよ、空想だったらね本当にもね、自分が主人公になって、主人公になってどうするか。でも絶対それって女子はやりますよね、うん、やるやる。小学校とか中学校とか絶対やってると思うんですよ、うん、みんな、うん、私なんだろうな趣味、まあ、それこそなんか街歩いてる人の、うん、なんか人たちのどういう下着着てるかなとかそれはちょっとなんか妄想とかよりもなんかちょっと一歩先を行ってるよね。エロ親父のエロ親父のそれじゃないか。でもなんかいやらしい気持ちじゃなくて真面目に考えてるんですよ、もちろん。あ、その人の出してるオーラとかで、はい、あ、この人は何色、じゃあ私今何色着てると思う？うん、濃い紫確認ブブしかもなんか腹立つなんで濃い紫だと思うんだよ。濃い紫だと思いました。この間も金スレで出たじゃないか、お前紫着る人はちょっと欲求不満だって。私がそんなに欲求不満に見えるか常に妄想してるからみたいな
外した。まあ、あくまで妄想なんで実際とは違うんですけど。なるほどね。まあ、そんなに当たらないということね。もうなんか想像の意外性のあるものをつけてたらも、もういいなって思います。例えば私で言うと意外性は何なの。花柄の、優しい花柄のパステル白いピンクみたいな。ピンクは合ってた。あ、ピンクは合ってた。言わないでください、ここで。言っちゃダメですよ。ビムスさんに怒られる。ピンクは合ってた。なんか強要したみたいに。はぁ、TT に言えって言われたから。ダメダメ。TT が言えって言ったから。どうしよう、損害賠償とか求められたら。言いようなんて思ってないのに。TT に言わされました。いや、自分から見たじゃん。自分から覗きに行きましたからね、これ。TT に覗けって言われました。いや、ここは本当にカットしないでほしい。もう証言、証言。自分で見てましたから。あ、怖い怖い。はい、以上ということで、ね、引き続き私たちへの質問や番組の感想などお待ちしております。はい、山本のぞみ、田中孝子のキングスレイディオ。キングスレイド進捗報告。こちらはリスナーの皆さんからキングスレイドのプレイ状況を送ってもらうコーナーです。あー、はい、何回かリテイクしちゃった。そう、ずっとね、キングスレイディオ進捗報告今だよ、なんだよ。キングスレイドは今だ。キングスレイドの進捗を報告しなきゃ。はい、まあ私たち、はい、まあね、私もやっと進められるようになって、そうですね、進めておりますけれども、自体が復活して、うん、今んとこね、あのね、7章がなかなか私はクリアできなくて、なんか途中まではいいんですけど、なんだろう、あのラス中ボスかラスボスみたいなところが、なんかどうしても最後の、難しくなってくるよね、あれだけ。でもなんかもうちょっとな気がするんで、やっぱもうちょっとレベル上げて、間髪入れずに殴ってくるよね。わかります。1回殴ったら結構1回で体力めっちゃ減ったりするんで、そう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 、なんかそこがそのガードが強くても、なんか守りきれなくて、そう、難しい。だからきっとその敵に適したキャラがいるんだろうな、ね、と思って、私は今いろんなキャラを育てている。チェイスに限らずに、めっちゃ大変じゃないですかそれ。でもね、楽しい。あ、本当ですか。うん、なんか私キャラ育てるのが結構好きみたい。進めるのも好きだけど、うん、愛が深いから。愛が深い。愛情があるから。そうかもしれない。最近だとリリアゲットして、お、あとはローレインゲットしたし、あ、そう、めっちゃゲットしてます、ね、そう、あと レピーちゃん。え、それってルビーでゲットしてるんですか。ね、親密度上げたりとか。すごい。そうそうして、地道に地道に、うわ、早い、うん、あとはもうチェイスはね頑張ってるし、すごいすごいすごい、うん、ほんま、なんか基本女キャラが多いんだけど、チェイスだけはね、私はゴリゴリ推しキャラですからね。そう、お気に入り。私もなんか逆に一キャラを強くしようと思って、一キャラずつをなんかこう石とか集めたりとか、まあなんか武器を強いの手に入れたりとか、まあ、専用武器マックスにしたりとか、っていうのを頑張ってます。あ、やっぱね、ちょっとずつコツコツやって策を練らないと、なんかまあいろんな戦い方がありますよね。そうそうそう。みんなにも学んでいきたい。ね、クリアできないからね、はい、では皆さんからのもね紹介していきたいと思いますよ、楽しみ。こちら au ネームダウンアップさんからいただきました。ありがとうございます。のじさん、 TT さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。僕はキンスレで最近オペリアとカラーを入れて戦っています。やった、ありがとう。ありがとうございます。そして脳内でこのラジオの2人を思い出して、そのギャップににやつくことが日課になりつつあります。え、めっちゃ嬉しい、ね、それこそお二人のか、お二人の方が中の人の性格をよく知っていると思うんですが、そのキャラクターを見て中の人とのギャップについつい笑ってしまうことってありますか。あ、なるほどな。あ、私がオペリアを見て TT とここ全然違うなっていうところね、いっぱいあるでしょう。ちょっと何ですかそれ。なんかなんだろうね、あのオペリア色気あるからさ、可愛いさの中に。そうなんで、意外と、色気があるんですよね。色気あるんだよね。 TT 可愛いさあるけど色気あまりない。なんか今日もなんかスター、来た時に、矢島さんに、あの服なんだろうね、柄に柄合わせてるからだと思うんだよね。そのなんかこのインディアン模様みたいなの、なんだなんていうんだろうね、民族衣装みたいなものに、下の水玉の黒い白黒のスカートだもんね。でカラーの靴下、カラフルな靴下、多分そういうところだと思う。
あとボロボロのリュック、うん、そういうとこだと思う。でもあの着てる服のカラーはオペリアなんだよね。ちょっと紫入っててね。ちょっと紫ちょっと最近好きなんで、うん、そうか色気か、まあやっぱ色気か、うん、私はのんのさんとカラーだと、うん、全然違うでしょ。もう全然違うよ。真逆も真逆ですよ。真逆でしょ、うん、あでも実際のじょさん家帰ったらあの何も喋らなくなるのとかあります？あでも私割と静かよ。あ本当ですか？うん静か静か。でもそのお家にのじょさんのお家行かせてもらった時に、うん、もうすっごい家庭的で、あ本当こんなお姉ちゃん欲しいってめっちゃ思いました。本当になんかすっごいまったりしたんですよ、うんうん、よかった、うん、さすが長女、長女の力、ありがとうありがとうなんか褒められた、褒められた。ごめん、あじゃあ私もちょっと TT のこと褒めとかなきゃね。そうですからちょっと考えてください。ラストまでに褒めてください。褒めるのあれだよね、ちょっとドジっ子なところがね、オペレアに似てるよね。いや似てるやつじゃないですこれギャップを言ってるんですよ難しいな。あでもなんかそうですね、抜けてるところは、うん、もしかしたらオペリアも TT も結構突き進む感じのタイプではあるよね。あ確かに、うん、そうかもしれない、うん、何かと言ってみる、とにかく頑張ってみようみたいな感じのすごいいい子って感じする、うん、で失敗する、うん、夢に失敗するんだけど、でもすごいそこが可愛いっていう、あ嬉しい褒めてもらえた、うん、ところは私すごく思う。褒め TT これなんかあれじゃないですか、女子同士のラジオって感じですよね、うん、なんかいやでもだからなんかこれぞ、そう一緒にお魚食べてる時も TT に言ったけど、 TT はちゃんとなんか言ったものを返してくれるから、あそうそう言ってくれました、分かんない答えでも返してくれるから、うん、すごい一緒にやってて楽しいんだよね。嬉しい、うん、悩まれてもさ困っちゃうから、私正直あんまり意味のあることをさ振ってなかったりとかもするからあれ振ってなかったんですか？そうそんなに大層なことを振ってるわけじゃない時とかもあるから嬉しい。でもそれに対してちゃんと答えてくれるから好きだなって思う。これからもよろしくお願いします。うん。うん、あ、ラジオなんかいい。はい。というわけで、はい、進捗報告いただきましたけれどもね、引き続きゲームが進んだら報告してみてくださいね。はい、以上キングスレード進捗報告でした。山本のぞみ、田中たか子のキングスレディオ。続いてはこちら、リアルタイムチャレンジ。にゃはー、はい、リアルタイムでバトルが進行するキングスレードにちなんで、選手一切なしで制限時間付きの企画にチャレンジしていきます。これ1ヶ月ぶりのチャレンジ。あ、そっか、前回あれか、計算問題だ。あ、そっか、そこで終わってたんだ。そうだ、私がキアリスミスをして、そう、まさかの私が、そう、TT が勝ったやつだ。ちょっと今回はね、勝たなきゃいけない。じゃあ今回チャレンジするのはこちらです。梅がうめえぜ、時間ぴったり食レポチャレンジ。ああどういうことですか？なるほど、3月に入って桜の季節にはまだちょっと早いですが、うん、梅がちらほら咲き始める季節ですね、はいはいはい、ということで今回はいろんな梅に関する食べ物をスタジオに用意しました。ほお、梅に関する食べ物なんですかね。これから9時で食レポする食べ物を決めて、うん、1分ぴったりを目指します。あ、なるほど、なるほど。あ、内容というよりは、うんうん、まあ、なんか1分により近い方が勝ちっていうことですね。以前 の, あの落語の時と同じですね。なるほどなるほど、はんはん、1分に近い方が勝ち。聞いてる人をそうですね、楽しませなければいけないですね。あ、難しい、はい、そして今回も勝った方にはですね、何かしらの粉がゲットできるんですけど、はい、粉を出た洗剤洗濯粉洗剤バイオ EX って書いてありますけど、すごい、これ私欲しいですよね。普通に消耗品はあって粉ですよ、粉、いいよ、粉洗剤。え、全然いいよ。使います？え、全然私どっちも使うよ。本当ですか？うん、何でも、うん、なの、うん、いけるいける、でもなんか生活に、ね、生活に、うん、生活の足しになる、欲しい、うん、はい、では早速チャレンジしていきましょう、はいはいはい、じゃあ先行後攻決めるんだけど、どうする？あ、じゃあいつも、うん、歌は私先行が多いので、うん、高校で OK。 じゃあ私が先行ね。はい、分かった。まずくじを引く。え、これ何が当たるか分かんないってことですか？結構入ってた。あ、本当ですか、うん、そんなにいっぱい食材がここに雪勾配。え、何それ？え、何これ？ケーキみたいなのがあった。初めて聞きました。本当だ。え、これこそなんかひな祭りっぽい、祭りになんかひしもちみたいな色合い、三、うんうん、色の、うん、
え、じゃあこれを1分でスタートで食べて1分。じゃあいきますね。用意スタート。いやー、まずこのひし餅みたいな色合いで3段3色になっているピンク、あと黄土色、そしてなんていうんだっけ、ちょっと黄色がかった、なんだろうな、これお米みたいな感じ、羊羹。あー、羊羹ですねこれ。あ、フォークでいただきますよ。フォークで刺します。あ、しっとりとフォークに刺さりました。じゃあこれ早速いきますよ。すごい綺麗なピンクですね。うん、あ、お味は、あ、あんこまんま、まんま、うん、和菓子ですね。和菓子なんですね、うん、あ、じゃあちょっと何かなと思ったんですけど結構もうまったりとした味わいのお茶に合う和菓子うん、こんな感じです。あ、美味しい。どんどん進むね。多分これ10センチぐらいあるのかな。長方形の形でね、美味しいですね。食レポ、食レポ、食レポしてないよ。見た目紹介したよ。あ、時間は、おー、すごい、1分3秒。おー、え、すごい、結構1分に近い。美味しいですねがむしろいらなかったのかもしれない、ね、あ、それだけ、もう本当に、あ、それ時間稼いでその3秒がいらなかった、いらなかったかもしれない。ちなみにこっちは梅入ってないです。あ、全然なんか梅の味しないですね、そういえば。梅入ってないんですか。名前に梅が入ってない。見た目が多分梅に似てるっていうことだけなんじゃないですかね。ちょっと春に近くなったら、うん、味は梅は入ってないみたい。でも美味しそう、うん、美味しい。後で食べたい。よっしゃ、1分目指すぞ、うん、1分3秒か。今ので1分か、てかこれ高校すごい、はい、時計も見えないようにして、あれですね、いいです。1分を感じられた今。ずるい。いきます。結構入ってるでしょ。結構入ってます、ね、じゃん。何でででで、トーストが用意されてんだけど。え、ちょっと待ってください。龍神絹梅。え、かっこいい。え、龍に立つに、神、絹、絹豆腐の絹に梅。へー、龍神絹梅。なんですかこれ。梅の牛のペースト。あ、梅の手ペーストで、なんか食パンが一緒に、多分食パンに塗ったりとかするやつなのね。なるほど、すごい体に優しいらしいです、うん、じゃあこれを食レポいきます。いいですか。 あ、そっか、そこから、はい、うん、はい、いきます、いきますよ。お願いします。用意スタート。はい、私が紹介するのは龍神絹梅というもので、うん、もうなんか龍の神様で、まさにキングスレードっぽいですね。あ、もうね、絡めてきた。え、いきます。これ、うん、食パン、トースト、焼いたトーストあるんですけど、うん、もう冷め切ってるんですけど、これに塗っていきます。塗ってく、塗ってく。ケチャップ、見た目ケチャップみたいなんです。結構どれぐらい、え、もうモリモリで塗ろう。あ、いい感じ。あ、龍っぽいですね、うん、この丸まって龍な感じ、龍、うん、だぜ、ね、龍だぜ、うん、じゃあいきます、食べます。サックリング、サックリング、サックリング。香り、あ、梅、え、なんだろう、なんかアメリカンソースみたいな。おー、うん、あ、パンが冷めてて買っちゃうダメじゃん、ディスっちゃう、うん、梅干し、うん、めっちゃ、わ、美味しい、うん、これ吸いたいぐらい美味しい。私梅干し大好きなんです、うん、え、うまっ、うん、ふん。これは朝目が覚めない時に、うん、酸っぱいっていうのが欲しい人にとってもいいです。結構酸っぱいんだじゃん。うん、結構ちょっと本当に梅干しをぶっ潰した、ぶっ潰した、潰したような、うん、うん、こんな龍神絹梅、あなたもお買い上げいかがですか。お、1分19秒結構長い、だいぶ過ぎてるあ、ということで今回の勝利は私です。山本、わーい、やった。え、ちょっとその龍神絹梅食べたいちょっとちょうだい。何でもやる。どんな感じ。本当に梅干し美味しいですよ。え、うん、あ、うん、梅ですよね。めっちゃ梅。これ別にパンじゃなくてもご飯でもね。だなんでパン、うん、なんか梅すぎて本来は多分パンじゃない方が生きる気がするけど、新しい商品として、まあ、でも美味しい、うん、キングスレードカフェとかできたらこれ、
なんかね。そうですか。うん。美味しい。美味しいですね。いいですね。はい。というわけで、リスナーの皆さんからもこんな企画に挑戦してほしいというアイデアがあればお待ちしております。以上、リアルタイムチャレンジでした。山本のぞみ、田中孝子のキングスレディオ。キングスレディオプレゼントクイズ。このコーナーではキングスレイドに関するクイズを出題、はい、リスナーさんはツイッターでハッシュタグキングスレイディオをつけて正解だと思う答えをつぶやいてください。正解されたリスナーさんの中から抽選でギフトコードが当たりますよ。はい、では早速今回のクイズを出題いたします、うん、皆さん準備 OK ですか、うん、ではいきます。問題です、うん、のじょさんの推しキャラは誰でしょうか。はい結構何回も言ってる気がするね。何回も言ってるし、男性 で, 男性で銀色の髪をしている。4文字4文字ですねになるんですね。うん、カタカナで4文字でございますんでぜひその答えをハッシュタグキングスレイディをつけてツイッターでつぶやいてみてくださいね、はい。キングスレイディオの公式ツイッターでもこのプレゼントクイズについてつぶやいておりますので詳しくはそちらをチェックしてください以上キングスレイドプレゼントクイズでした。山本のぞみ、田中孝子のキングスレイディオ。お送りしてきました山本のぞみ、田中孝子のキングスレイディオ。そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。私たちへの質問やコーナー宛てのお便り、全国のウォータースライダー情報、アップルパイ情報、 TT が、なんだろう話のね入り口がうまくなるような方法など何でも OK です。送ってきてください。お願いします。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送山本のぞみ、田中孝子のキングスレイディを書くコーナーまで。メールの場合すべて小文字でkings@joqr.net、 kings@joqr.net、 キングスのスペルは KINGS です。さらにこの番組はキングスレイドの公式 YouTube チャンネルにてアーカイブが配信されます。もう一度聞きたいという方はぜひチェックしてみてくださいね、お願いします。そして番組公式 Twitter もぜひフォローお願いいたします。お願いします。ということで第23回の放送をお送りしてきました。うん、本当にキンスレはハマる。ハマりますね。ずっとやっちゃう。確かに携帯復活してから、そう今までの、そうもう空白時間を埋めるかのように、やってる、うん、なんかただ進むだけじゃなくていろいろなんかずっとオートモードにしてるだけじゃいけないですし、カバンもすぐいっぱいになりますし、うんうん、そうね。ぜひまだ皆さん始めてない方早く走り始めてちょっと私たちの側へ来てくださいよ。そうですねみんなでやりましょう、ね、はい。というわけでそろそろお別れのお時間です。この時間のお相手は山本のぞみと田中孝子でした。バイバーイ。この番組はベスパの提供でお送りしました。